ド・ダ・ヴィンチは生涯たった一枚の自画像しか描かなかったというふうに一般には説明されていますが、本当にそうでしょうか。実はその逆、真逆、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの発表した、スケッチ画、絵画はですね、すべては一人の神、カイン・キリストであったということになるのではないでしょうか。はい。で、大変興味深いことにですね、一応左側の人物はですね、アンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェロームということになっています。どうしてこの人物がセント・ジェロームと言われるようになったかについてはわかりません。向かって右の人物もですね、一応ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームというふうに認定されています。ところがこの両者はですね、全く同じです。老若、やや左の方が若い。右の方がやや年を取っているという違いはありますが、全く同じです。特に耳などのようなですね、小さな部位に注意していただきたいと思います。耳というのはですね、大変個人差の大きい部位ですよね。ですから、耳を見ればですね、その人個人を特定できるということになるわけですけども、耳も同じであるということなんですね。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、ちょっと変わった目をしているということですね。そして右の目を見ていただきたいんですけども、目の中にもう一つの目、膜があります。私はこれを瞬膜、林博士はですね、瞬膜と判断しました。で、左の絵を見ていただきたいんですけども、汗腺ですね、汗の汗腺もですね、正確に一つとって、その矛盾がないように光を受けて描かれているということですね。つまり左はですね、写真から起こされた絵と考えた方が良いのではないかと私は考えています。もう一つの理由はですね、この左の人物の後輪ですよね。輪が割れているわけですよね。なぜこんな割れた絵が描かれているかということはですね、おそらく左の絵はですね、写真として捉え、それを絵にしようとして、考えていたんでしょうね、神はね。しかし、その前の段階で絵として発表してしまったということですよね。右の方はですね、今度は瞬膜という膜が描かれている。そして、あとは全く同じということはですね、右の方の、セント・ジロームを絵を通してですね、私たちは何を知ることができるかというと、つまり、ここに描かれている人物は少なくとも人間ではないということです。で、この人物、右の人物は誰かと言いますと、この絵の左奥にですね、61という数字が隠し込まれていました。それは別のところで紹介しましたけれども、61というのはユダヤのゲマトリアで神を意味します。そして足のところでですね、27と書いてあります。27、27。やはりユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。つまりここに書かれているのは、カインということになるわけです。実はこの絵を描いたのもカインということになりますから、それはまた別のところで証明しますが、こうした一連の芸術作品を、絵画、彫刻もそうですけれども、残したのはカインということになります。そのカインがですね、自らの像を描いた、足に27、左右反対になってますけれどもね、27という数字、右に見えますかね、カインですね。でさらに興味深いことにですね、左がシノレッジですね、ルカ・シノレッジの自画像です。右が私たち、一般的にはですね、ダ・ヴィンチの自画像と呼んでいる像です。この両者は全く同じです。鼻の長さと、が違う、機嫌が違うだけでしてね、全く同じです。ただし、シノレッジの方は7歳年上でしたから、7歳年上らしくですね、上まぶたのたるみ、それから目尻の小じわなどが表現されています。でこうして並べてみるとですね、すべて一人の人物を描いたということは分かります。では誰かと言いますと、カイン・キリストということになってくるわけです。なおかつ、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前をですね、今ちょうどご覧いただいてますけれども、アンドレア・デル・ベロッキオの名前をバラバラにして並び替えてできた、つまりはアナグラムであるということも分かってきます。このようなことからとして、つまり人間技ではないアナグラムということになるわけですけれどもね、つまりはダ・ヴィンチなる、いわゆる芸術家、人間としての芸術家は存在しなかった。
神が絵を描き彫刻を彫る方法ってです、まあ、ダヴィンチは彫刻を発表しませんけれども、ミケランジェロなど に渡してですね、あるいはダヴィンチのある、まあ、受け渡し人に渡してですね、その受け渡し受けた受け渡し人の人間がですね、私たち人間にこれはダヴィンチの作品だと言って渡していたというふうに私は考えています。まあ、ともかくもですね、ダヴィンチの描いた絵というのは、つまりは全てが結局は一人の、まあ、神、すなわち自画像、カイン・キリスト自身であったということになります。まあ、あえて言うならばですね、神が絵を描き、彫刻を描くとき、彫るときにはですね、人間などモデルにはしないということです。神は神を、世界を、神をモデルにして絵を描き、彫刻をしていたということにも、ということになります。まあ、それが私、林宏の解釈ということですけれどもね。まあ、ちょうど今皆さんにご覧いただいているのはですね、上がシニョレッティ、ルカ・シニョレッティ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチですけれども、まあ、ルカ・シニョレッティの方が7歳年上だということですね。今、丸印とヒゲをつけてみましたけれども、鼻とヒゲを除いてですね、この両者は全く同じなんですね。ということは、右の肖像画はですね、まあ、いわゆる、まあ、左の、まあ、肖像画ってますが、ルカ・シニョレッティの顔を元にして作られた、あれ逆だったかもしれませんけど、ただし、まあ、歴史的にはですね、シニョレッティの方が7歳年上ですから、その先に生まれたということになっているということですね。で、これはルカ・シニョレッティです。で、目の上のまぶたですね、多分出ますね。それから目尻の小じわもね、どうもね、これ後から付け足したような小じわなんですよね。で、ひげをつけて、ひげを、まあ、高い鼻をつけて、ツンツンパナですよね。私、ツンツンパナの自画像と呼んでますけども、ツンツンパナの自画像を作ったということです。で、まあ、実はこの人物は、レオナルド・ダ・ヴィンチと同一人物だったということです。じゃあ、どちらがどちら先にした、先かということなんですけども、そういうことを議論しても意味がないんじゃないでしょうかね。もともとは、まあ、一人の神がいた。その神の顔をですね、元にして、一人、まあ、ルカ・シニョレッティにし、一方で、ダ・ヴィンチの顔にしたということを、になるのではないでしょうかね。まあ、その一応、まあ、先ほど言いました、何度も繰り返しますけれども、年齢的にはですね、ルカ・シニョレッティの方が7歳年上ですからね。だから、まあ、どちらがどちらを先を描いたとか、後に描いたということじゃなくて、まあ、同時期に描いたということで、その証拠に、ちょうど左の方がですね、なんとなく7歳年上のように表現されているということです。つまり同時期にルカ・シニョレッティの肖像画が描かれ、また同時期、まあ、同時期にですね、まあ、時期というか本当に1、2年の狭い範囲の中で、右のいわゆる私たちが現在ですよ、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われている絵が描かれたということになるのではないでしょうかね。ただし、まあ、片方を、ね、ルカ・シニョレッティにしておいて、それから右の方をですね、ダ・ヴィンチにしたということです。ですから、ルカ・シニョレッティの作品とですね、ダ・ヴィンチの作品、まあ、特にルカ・シニョレッティの作品というのはですね、ミケランジェロの作品と連動してますね。まあ、つながりを持って、まあ、有機的な、まあ、つながりを持って、つながって関係性を持っているということになるわけです。ですから、まあ、ミケランジェロが発表した作品、絵画彫刻もですね、結局は神の作品であったということです。ただミケランジェロという、まあ、芸術家はいたみたいですね。それは私は否定しません。ですから、まあ、ミケランジェロ自身がですね、神からそうした作品を受け取ってですね、自分の作品として、まあ人間の私たちに発表してあったということになります。まあ、ミケランジェロ自身も、まあ、人間だったということですね。まあ、つまりこれも神の思考回路なんですけども、人間と接するときにはですね、まあ太古の昔、それこそメソポタミアの時代からですね、間に人を置くわけですよね。いわゆる、まあ、代理人というよりも、メッセンジャーというよりもですね、要するに神の意向を受けてですね、神の、まあ、手下というよりも、手先というよりもですね、いわゆる、まあ、その部下という、なんて言ったらいいんだろう、その間を行ったり来たりする人としてですね、まあ、そういう人を使ってですね、人間を指導し、支配していたということですね。神は直接的には人間を指導したり、支配したということは、しなかったということですね。まあ、その、まあ、いわゆる思考回路ですね。それが残っていて、まあ、その中世の、あの、ルネッサンスの時代にもですね、同じような、つまり形態と言いますかね、神と人間の関係ができたというふうに考えると、割とすんなりと理解できるのではないでしょうかね。まあ、そういう意味においてね、ルカ・シニョレッティも、ダ・ヴィンチも、そういう立場の、人間であったということになります。まあ、細かいところをね、称号と言いますか、していただいてますけれども、全く同じなんですね。
つまり顔というのは違いがないという点で同じと判断しますが、ここまで違いがないとですね、まあ、まさに同一人物としか言いようがないわけです。じゃあなぜ同一人物なのかということで、まあ、多分ね、まあ、その第一義的に考えられるのはですね、まあ、ルカシュネリの元を顔を元にしてダヴィンチの顔を描いた、あるいはダヴィンチの顔を元にしてルカシュネリの顔を描いたというふうに考えられますけれども、まあ、ダヴィンチの作品、あるいはダヴィンチの作品を取り上げるまでもなくですね、つまり人間技ではないという点で神が描いたということを前提にして考えるとですね、つまりはこの両者ともにですね、つまりは、まあ、要するに操り人形のいわゆるルカシノリであり、操り人形のレオナルド・ダ・ヴィンチということになるのではないでしょうか。そして全く同じ時期にですね、まあ、同じ2枚の肖像画を描いたということです。そして一方をですね、ルカシノリとし、一方をレオナルド・ダ・ヴィンチとしたということになるのではないでしょうか。というのが、まあ、私の結論ということになるわけです。まあ、皆さんもですね、一つの論理パズルの一つとしてですね、まあ、これをどういうふうに考えたらいいんだろうというふうに、まあ、頭の中でね、考えていただくとですね、結構楽しいんじゃないかと思いますね。まあ、事実として、まあ、ルカ・シノリの顔とレオナルド・ダ・ヴィンチの顔は同じ、同一人物である。しかし、上の方はですね、ちょうど7歳年上の人物として描かれている。これもおかしいんですよね。例えばルカ・シノリングとレオナルド・ダ・ヴィンチが全く同じ時期にそれぞれが自分の自画像を描いたというのは、まあ、これもありえないことなんですよね。例えば、まあ、ルカ・シノリはね、自分の自画像を30歳の時に描いてみるだろうし、40歳の時に描いてもよかったわけです。一方ダ・ヴィンチはですね、50歳の時に描いても20歳の時に描いてもよかったわけです。ところが同じ時期に描いているということになるわけですよね。まあ、つまりそのひげとそれから目尻の小じわを見ていただきたいんですけどね。それから上まぶたのたるみ、まあ、見事なほど7歳の年齢差を表現しているということはですね、同時期にこの肖像ができた。しかしその鼻とね、口芸は違うと。で、ここで一つ、まあ、一つのね、一つの考えが浮かんでくると言いますか、左から右の改変はこれはできないんですよね。小さな鼻を大きくするってことはできないんですよね。ところが、その、大きい、ごめんなさい、要するに、ルカ・シネリの顔を加工して、いわゆる右のね、ダ・ヴィンチの顔を作ることはできるんですよ。ルカ・シネリの顔に高いね、ツンツンバナをくっつけて、ヒゲをくっつければダ・ヴィンチの顔になりますよね。ところが、ダ・ヴィンチの顔をルカ・シネリの顔にすることはできないんですよね。というのは、その、ヒゲを取らなくちゃいけないし、まあ、その、論理の、ね、混乱が起きるわけですけれども、まあ、その例えば私たちが変装するときにですね、例えばつけ花をつけて大きなひげをつけてつけ花をつけると、まあ、大きなというかね、豊かなひげをつけてというのはそれはできるわけですよ。ところがその大きな人がもともといてですね、その人の鼻を小さくするということはこれはできないわけですよね。ですから、まあ、どっちがどっちを、模倣していってますか、加工していってますか、作ったかということも考えていくとですね、まあ、要するに簡単に言えばですね、ルカシノレリもダ・ヴィンチも存在しなかったというふうに話が進んでいくわけですけどもね、まあ、要するに、ダ・ヴィンチの方がいわゆる、まあ、ルカシノレリの顔を元にして、まあ、その作られた顔だということになるわけですね。まあ、この単純に考えればですよ、まあ、2つ並べて考えるとですね、しかし、まあ、それ以上の、まあ、謎がですね、この2枚の絵の中に隠されているということになります。ということで、まあ、肖像画について考えてみました。